キュンツェルスアウは、ドイツビュルテンベルク州、ホーエンドウエ軍の軍庁所在地。キュンツェルスアウは、ハイルブロンの東約40キロメートル、ネッカー川支流のコッハー川下流沿いの標高210メートルから435メートルに位置する。この都市は、エーリンに次ぐ、ホーエンドウエ軍で2番目に大きな都市であり、同軍の軍庁所在地である。ホーエンドウエ軍は、 1973年1月1日に、それまでのキュンツェルスワウ軍とエーリンゲン軍が合併して、成立した。合併後は、キュンツェルスワウが、新しい軍の軍長所在地となり、ナンバープレートは、KUN が採用された。キュンツェルスワウは、シュトットガルト行政管区内、ハイルブロン・フランケン地域連合7つある、中心都市の一つである。首湯であるキュンツェルスワウは、谷間に位置する。 その他の地区はこれよりも高い場所に位置する。アミリヒスハウゼン、ベルゼンベルク、ガイスバッハ、ガルンベルク、コッハーシュテルン、ラスバッハ、モルスバッハ、ニッツェンハウゼン、オーレンバッハ、シュタインバッハ。すべての地区を含めた地域全体の面積は75.17一七 h である。キュンツェルスアウ城の中には、キュンツェルスアウが初めて文献で言及されるのは、 1098年である。1802年までこの都市は何度も領主を変えながら共同統治都市であり続けた。1806年にキュンツェルスアウは法遠道駅の所領とともにビュルテンベルク王国領となった。1811年にキュンツェルスアウは同盟のオーバーアームとの所在地となった。1892年キュンツェルスアウ駅が設けられた。 1898年には、キュンツェルスアウとメルゲントハイムの間に、優勢小管轄のバス路線が開通した。1948年、ドイツで初めてジーンズの製造を行ったエルヘルマン、クライダーファブリック社が開業した。1973年の軍の再編により、旧キュンツェルスアウ軍と、旧エイリンゲン軍及び旧ブーヒエン軍の一部を、 合わせて成立した新しい法院漏洩軍の軍長、所在地となった。キュンツェルスアウは、1556年に、宗教改革がなされた。それ以来、この都市ではプロテスタントが優勢である。現在のラートハウスキュンツェルスアウの市議会は、34、議席からなる。旧キュンツェルスアウ駅の駅舎1981年に、旅客運行が停止された。 コフハータール鉄道は1991年には貨物運行も停止された。旧鉄道路線跡は大部分が舗装され、自転車道として利用されている。キュンツェルスアウには、方園道へ平地の高台に開けた住宅地タールカー居住区とコフハーワの渓谷に位置する市中心部とを結ぶケーブルカーがある。キュンツェルスアウ周辺にはわずかにドウ畑がある。 ここは、ヤクストコッハータウバー地方のコッハーベルク大地区に属す。ベルゼンベルク地区の畑は、ハイリヒクロイツ地区に属す。キュンツェルスアウには、シュトゥットガルト上級地方裁判所、ハイルブロン地方裁判所管区に属する区裁判所がある。また、この都市は、プロテスタントのビュルテンベルク地方教会キュンツェルスアウ、教区及びカトリックのロッテンブルクシュトゥットガルト市教区。 公園エ,ンドエシサイ区の本部所在地である。コッハー川沿いにバーデンビュルテンベルク屋外、流水プールがある。この他に、スポーツ施設としては、サッカー場、テニスコート、屋内テニス場、スポーツスタジオ、イムプルプリングがある。キュンツェルスアウの南の高台に位置する、タールエッカー住宅地には、トリム運動用の象形や、森林学習路が整備されている。 旧市役所ガイスバッハ地区のビュルト博物館及び市中心部のヒルシュビルツショイアーは同時代の芸術を展示している。マスタング・ベクライリングスワーカー GMBHCOKG 社は2007年に創業75周年事業として創業者の家をミュージアムフィアダイツクンフトとしてオープンさせた。これらの文献はドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。